日本では、小学校では給食が導入され、中学校にも広がっており、お弁当の文化は廃れていったのかと思っていた。しかし、まだまだ、日本のお弁当は健在で、お母さんが、幼稚園児のために作るキャラ弁の凄さが、世界では話題になっていた。そして、日本の高校生の約8割が、週5日、つまり、毎日学校にお弁当を持っていくとも言われている。では、どうぞ。今回は、BBC が制作した、日本のお弁当にスポットを当てた映像から。動画では、BBC の記者の方が、幼稚園のお昼の時間に潜入し、日本のお弁当は、芸術の域にまで達していると知った上で、パンダ、ハローキティ、クマ、ピアノを模したライスなど、様々な趣向が凝らされた園児たちのお弁当を紹介しています。また、記者は、キャラ弁教室にも足を運び、教室の先生や生徒さんたちにもインタビューしています。そこでも、プレステのコントローラーやマイケル・ジャクソン、ハリソン・フォード、オバマ大統領などハイクオリティなお弁当が。マイケル・ジャクソンのお弁当は、完成までおよそ2時間かかるそうです。生徒さんの一人は、運動会では、特に子供の期待が大きくなるし、他のお母さんたちにも見られるので、プレッシャーを感じると、口元に笑みを携えながらおっしゃっています。素晴らしい出来のお弁当に、そして、献身的な母親たちの姿に、外国人からは、様々な反応が寄せられていました。海外の反応。オーマイガー、なんて可愛らしい。日本に住んでみたいな、オランダ。日本の文化は、冗談抜きですごい。母ちゃんごめんよ。俺、もう、サンドイッチとリンゴじゃ喜べないや。アメリカ。超可愛い。私が、小学生の時に、うちのママもこれくらい頑張って、お弁当を作ってくれてればなーって思っちゃうよ。ニュージーランド。俺の母ちゃんは、ハムサンドですら作ってくれたことないぞ。カナダ。あんな素敵なお弁当だったら、形を崩すのが嫌になっちゃうと思う、カナダ。彼らのお弁当は、俺が普段口にしてる食事に圧勝しております。国籍不明。私が小さい頃、ママがランチを作ってくれてた。サンドイッチ、野菜はフルーツっていうシンプルなものだったよ。それには感謝してるけど、でも、やっぱ、日本に住めればなぁ。アメリカ。あのお弁当アートは、食べるにはあまりにも綺麗すぎる。ははアメリカ。ちょっとから、あんな素敵なお弁当を用意してもらえるなんて、あの子供たちはちょっと甘やかされすぎなんじゃないの。アメリカ。あんなの作ろうとしたら、永遠の時間が必要だろうに。それとも、日本人は、誰もが、芸術の才能を持ってるのか。アメリカ。私のお母さんはフルタイムで働いてる。だけど、毎日朝早くに起きて、私と兄、弟の弁当を作ってくれるよ。周りの子たちが、シンプルなサンドイッチとか、ハンバーガーを食べてる中。そういうお弁当を食べられるのって、嬉しいことなんよね。ママが大好き。アメリカ。美しさすら感じる。日本のママさんたちはすごいね。それから日本人も。国籍不明。日本ってすごいなーって私が思うのは、日本のこういうとこ。日本在住。この映像を見てると、子供が欲しくなってくる。アメリカ。日本の場合、結婚した女性の多くは専業主婦でしょ。だから、こういうお弁当を作る時間があるんじゃないの。イギリス。俺なんて、サンドイッチとポテトを、なんとか毎日食べてるっていうのに。イギリス。日本に住むアメリカ人です。お弁当は味も素晴らしいよ。デザインも含め、何から、何まで全てが完璧。アメリカ。アメリカに住むアメリカ人です。こっちの料理が大嫌いだ。日本の飯を送ってくれ。緊急だ。アメリカ。オーマイガガガガガー、なんつうかわいさだ。ママさんたちは、子供たちのことが好きで、好きでたまらないんだね。なんで、俺のマミーは、俺のことを愛してくれないんだ。
スペイン。率直に言って、日本の子供たちは世界で一番可愛いと私は思う。イギリス。可愛く見えるかもしれんが、振る舞いはどこの国の子供も同じだよ。ドイツ。ワオ、お母さんたちがランチを作ってくれるんだ。俺が子供の頃、学校でランチを買うのは母に対する侮辱だったね。ところで、アメリカの子供と違って、みんなすごく礼儀正しいね。アメリカ。あの子供たちに注がれる量の愛を母も僕に注いでほしかった。オーストラリア。イギリス人としてこういうの毎日で頑張っている母が尊敬します。国は夫なんですけれども、他の国より日本の食文化は世界で一番だと思います。イギリス食もマジで美味しいんですけど。イギリス。こういうドキュメンタリーをもっと見たい。日本は本当にシビライズされてて成熟した国だね。ベトナム。日本でも欧米と同じくらいファストフード店が増えてきたから、あの愛らしい子供たちの体に問題が起きる前に対処しようとしてるのかな。日本の母親は自分の子供がお昼に何を食べてるのかちゃんとわかってるんだね。次の世代のために自分の時間を注ぎ込むなんて素晴らしい文化だ。イギリス。おう、私も自分の娘が学校に通う年齢になったら、映像みたいな素敵なランチボックスを作ってあげたいな。多文化への意義深い調査をシェアしてくれてどうもありがとう。アメリカ。アメリカのファストフードとか加工食品はひどい。特に学校の給食。アメリカ。時々アメリカは本当に最高の国なのかって疑問に思うよ。俺が学校に通ってた時はお金だけもらってカフェテリアで食べてたのよ。それか冷えたターキーとかクラッカーと一緒にランチエイブルを食べるの。アメリカ。ランチエイブル、クラッカー、ハムチーズ、お菓子などが入ったランチボックス。アメリカではランチにこれを子供に持たせる親御さんが多いようです。アメリカで手に入る一番良いランチがランチエイブルだからな。アメリカ。私はカナダ人だけど、日本とアメリカどっちに住むか選ばないといけないとしたら絶対日本を選ぶ。日本の電車とかトイレさえハイテクって聞くしね。街中に荷物を置いてしばらく経ってから戻ってもちゃんとそこにあるとか。ああ、私も日本人に生まれたかった。カナダ。僕のお母さんは医者で、朝は6時に起きて帰りは午後の8時半。作りたいって思ってたとしてもお母さんには作る時間がない。イタリア。とても個性的で母の愛がいっぱいのお弁当、見るのも食べるのも楽しいキャラ弁って素晴らしい愛情表現ですね。自分の子供の喜ぶ顔が見たいという強い気持ち、それがあの大変そうなお弁当を作る活力になり、子供たちの心も満たしているのか。そういえば簡単にできるキャラ弁レシピとかの本も見かけたこともあり、お弁当を作るのはお母さん、お父さんも多いらしい。でも当日の朝に作るお弁当、平均は約23分というから、本当に大変な思いをして作っておられるのだと知った。学生時代にお弁当を持っていくとき、もう少し感謝の気持ちを伝えておけばよかったと自責の念に駆られてしまった。